8 9 0 0系8 9 0 0型は日本国有鉄道の前身である鉄道員が輸入した感染旅客列車経営用のテンダー式蒸気機関車である。1912年6月に運行が開始された日本初の特別急行列車の経営を務めることにもなった機関車である。1911年にアメリカのアメリカンロコモティブ車で製造された加熱式機関車である。 機関車本体のミニ時にわたって36両が製造された。1時発注分の24両はブルックス工場、2時発注分12両はリッチモンド工場製である。形式は当初8600型が予定され、1時発注分の24両は8600から8623の番号を付けて来着したが、車軸配置の変更に伴い8900型に、 改められた。二次発注分は当初から8924から8935で落成している。ドイツのベルリーナ製8800系、ボルジヒ社製8850系、イギリスのノースブリティッシュロコモティブ社製8700型と同様の経過で発注が行われたものであるが、車軸配置4から6から0の多形式に対し、重輪を採用し、 日本初の4の6の2系軸配置のテンバー機関車となった。これは、過失を重輪状に置くため、4から6から0型に比べて、加合紙面積を広げることが可能で、感染用機関車として余裕があるのに越したことはなく、近い将来の輸送量増加も期待できることから、アルコ社の提案を受け入れたものである。とはいえ、計36両もの大量発注となったのは、 アルコ社の日本における代理店であった三井物産の強力な政治的運動の結果であったようである。本形式自身は短命に終わったものの、その約 1000PS という出力、ボイラーのサイズは1 8 9 0 0系、C54 型、C55 系、C57 型にまで受け継がれており、また足回りについては、 本機の動輪を拡大しただけの C51 型が基本設計を前傾のライトパシフィック4形式に加えて C59 型から戦後の C62 型まで受け継がれた点を勘案するとその採用を島安次郎が批判したものの国鉄蒸気機関車の中では D50 型に並んで実り多い系図の頂点に立つ機関車であると言える。前説で述べた通り 車軸配置4から6から0系の使用書に対し、本形式は4から6から2型に変更されている。これは、通常4から6から0型では、過室を大枠間に置くため、飛行士面積を大きく取ろうとするとどうしても前後に長くなり、十分にこれを取ることが困難になる。しかし、過室を重輪状に置くことにすれば、飛行士を大枠上に置いて、 幅を広く取ることができ、飛行士面積を33.3%増大することができるのである。大枠は、鋳造による膨大枠で、主大枠と受大枠は、別々に製作して組み立てられたものである。受大者は、アルコ社が特許を持つ、外側大枠式のコール式で、高成績を収めたこともあり、C51 型でもそのまま正式採用された。淡水車は、 国産の二軸ボギー台車を2個備えたものである。形式図本形式は、8900から8911、8929から8935の19両は、中部、8912の8928の17両は、西部鉄道管理局に配属された。中部鉄道管理局に配属されたもののうち、 8908から8911、8929から8934は新橋、沼津、浜松、8900の8907、8935は名古屋の配置であった。1913年の機構改革により、名古屋区は神戸鉄道管理局の所属となったが、同年9.10月に東京鉄道管理局の重量が、 神戸鉄道管理局へ転用され、全車が名古屋異性の配置となった。1914年11月には8,925が大正天皇のご大礼の際のお召し列車牽員に使用されている。名古屋配置の重量は、1916年8月に西部鉄道管理局に転用され、配置は馬場異性となった。 さらに1919 19年5月の気候改革により、西部鉄道管理局が、糸崎三原間を境に、神戸、文字の両鉄道管理局に分割され、8919から8935は、神戸、8900の8918は、文字鉄道管理局の所属となった。その後、18900系の増備に伴い、 8919から8921も文字局に移り、これは廃車までそのままであった。1921年には、8900から8910が、三田尻、8911から8921が広島に配置され、特別急行列車に使用されているのが、実験されている。さらに、文字鉄道管理局管内のものは、 18900型に押し出される形で、九州地区への転用が進められ、8920と8921が1921年3月に、都市に転じ、翌年8月には8909、8910、8914から8919の8両も都市に移った。その後は、局管内の移動が激しく行われたが、 1926年12月末時点で、8900から8902、8911、8912の5両が、都市8903の8910、8913から8915の11両が、大里8916の8921の6両が、三田尻の配置であった。その後、 8901から8904、8906、8910から8913、8916から8920の14両は、行橋に展示。残りの8両は、津和の正明市、麻、柳内、若松に1から2両ずつ配置されていたが、1932年頃から、旧車となるものが多くなり、 1934年10月に22両全車が廃車された。一方、神戸鉄道管理局の14両は、当初、馬場、神戸、岡山に配置されていたものと推定されている。1923年3月末には、8927から8935が、岡山、8922の8926が糸崎に配置されていた。 その後、これらは、関西本線に転用され、亀山に10両、港町に4両の配置となった。しかし、1930年代に入ると旧車となる、ものが多くなり、港町の8923、8925、糸崎の8924、高取工場で教習用となった8927を除いて、10両が姫路に留置されていたという。 その後、1932年2月、関西本線、王子河内県城間の亀の瀬トンネルが崩落して、関西本線が分断された際に8932が一時的に復活して、西側の区間で使用されており、これが8900掲載後の使用であったと推定される。1934年8月に14両すべてが廃車となり、 8900型は1両の払い下げも保存もなく姿を消した。1913年台湾総督府鉄道にも本形式の同型車4両が入っている。こちらは200型とされたが、ボイラーが若干小さく、淡水車もアルコ製で三軸式であった。1937年には形式が C92 型に改められたが、 番号の変更は行われなかった。導入後台北湖に配置され、急行列車を中心に運用され、1940年頃、南部の海吉湖に配点となった。これらは、太平洋戦争湖まで残って、台湾鉄路管理局に引き継がれ、CT240 型となった。1968年全車廃車解体となり、こちらも8900型と同様に保存機はない。 当時同番号を付された八千五百五十型があったが、これをどう処理するつもりであったのかは不明である。鉄道版二千一年十二月号百十ページにブルックス工場で撮られた写真が掲載されている。ただし当時の工作課課長である芝健太郎は、ドイツ流の強化室、無重林を良しとする島安次郎と異なり、低品質な常磐炭を燃料として、 十分な性能を得る必要から、重林により指示された高架室や燃焼室などの最新機構を他に先駆けて導入し、そのメリットを享受していた日本鉄道の出身であった。そのため、彼は、たとえそれが三井物産の政治運動であろうと、仕様変更の申し出を歓迎していた可能性がある。ありがとうございます。